おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ204かなだと思います。はい、一応前回ご紹介したのがこちらですね、マリアで、その前にご紹介したのがコバトです。一応このシリーズというかで合ってると思うんですが、そのシリーズを、はい、今度は未開封ですよ。そちらをご紹介します。これをちょっとずらして、はい、今回ご紹介するのはこちらです。はい、一応こちらは僕は友達が少ないネクスト、はい、第2期の方ですね。はがないネクストの方の、みなずき、みなじゃないや、みかずき夜空。これは書いてなかったのかな、キャットコスチュームバージョンっていうので合ってるはずなんですけど、なんかここら辺に書いてないんで、もしかしたら違うのかも。はい、一応2人セットですね。こちらとこの2人とセット同じような感じで、で一緒に飾れますというふうに書いております。特にキャットコスチュームバージョンみたいなことは何も書いてないですね。はい、一応パッケージこんな感じです。ではこの2人はちょっとはけてもらって、はい、でははけてもらったところで全体も見たし、ではこれから開けていきたいと思います。テープは4箇所、うち1箇所はちょっと剥がっちゃったんで2箇所開けていきます。ではレッツオープン。はい、よいしょ。よいしょ。一応中身こんな感じです。で、ここになんか紙入ってるんで説明書かなんかだと思います。で、一応本体と後ろにコバトですねに付属していたあの毛といいますかの方の台座ですね。台座半分に切る、なんかこっちなんかちっちゃいね、これね。前回が円だったのに、それがこれだ。あ、これ違う、取り扱い上の注意ですだけでした。では早速開けていきます。なんか針金があるんで、まずベースを外しちゃうか。よいしょ。こちらも発売時に買ってはいました。ただなんとなく開けてませんでしたね。よいしょ、これで外れるか。よいしょ、外れた。こちらがベースですね。よいしょ。わ、頑丈。頑丈かつ厳重。あら。やっと開いた。こちら同じ感じです。なんか。ここが外れそうな感じ。はい、毛です。そして本体はここに針金で止まってますね。これを外します。切った方が早いかな。そして側面もテープで止まってるんで、カットカットカット。上はなかった。そしてパカ、よいしょ。こちらがフィギュア本体です。これはどうでもいい。で、今見ると保護用にここについてるだけでしたね。一応こちらが、夜空本体です。こちらはネクスト版ということなので、ショートになってますね。はい。コバトとマリアに比べて、やはり大きい。ちょっと大きめですね。はい、こんな感じです。塗装とかも、精度は悪くないんじゃないでしょうか。こちらも髪の毛のパーツはやっぱクリアですね。クリアパーツに、クリアパーツと言いますか、クリア成形のものに、塗装をしていると。グラデーションも綺麗じゃないですか。ちょっとここの
前髪のボリュームがちょっと足りないかな。ペターンとなってる感じですね。こんな感じです。そしてベース。まあとりあえず今回はこの上にドーン。うん、ベースは大きい気はするんですが、まあ一人でいっぱいっていう感じにも見えなくはない。よいしょ、この状態でぐるり一周。はい、特にベースは、丸い方が前とか平らなやつが前とか特に記載はないので、とりあえずこの状態で、置いとくことにします。じゃあ一応カメラで寄ります。一応こんな感じ、キャットコスチュームバージョンでどっかで見たんですけどね。一応こんな感じです。はい、よいしょ。はい、こんな感じでした。一応次回ご紹介するのが、あの箱の横にも書いてあった、金髪のあの子です。はい、それではこちらを一旦剥げさせてもらいまして、いつものこのコーナーだ。よいしょ、固定フィギュアは紹介が短くていいね。はい、おファイズのアークセルフォームです。はい、こちらがファイズのアクセルフォームですね。フォームライド。ファイズエクセル。はい。ファイズのアクセルフォームは、ファイズの中では、オーガが好きだからな。2番目ぐらいかな。はい。一応これで、三日月夜空、ご紹介終了したいと思います。一応、名義上、キャットコスチュームバージョンとさせていただきます。一応次回、こちらの相方を乗せたやつと、コバとマリア全員並べたバージョンご紹介したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。